ないいポジションゲットしたからでは、初日12レース特選走られます福井の脇本選手です、はい、お願いします。まずは前走のことをお伺いしたいんですけど、はい、決勝はどうでしたでしょうか。まあそうですね、あんなにラインに固められたら、正直、勝ち目は薄いのは分かっていたんですけども、それに対してしっかり競輪のレースをするっていうことに対して専念したっていう感じです。やっぱり疲労もあるし、ラインの長さとなると厳しいものは、厳しいと分かってても行くしかないのはしょうがないなというふうには思ってます。実際何か反響みたいなのありました？いや、僕は特になかったですね。戦ってる僕は当事者なんで、はい、でもあれを倒すようなことも今後はやっぱ何かしらの対策は必要かなと思うんですけども、それに対して焦る必要は全くないなというふうに思ってます。今回1週間ほど空いて、向町記念ですけども、改修前最後の開催ということで、ここにはすごい思い入れもたくさんあるんじゃないかなと思いますけど、思い入れもたくさんもちろんあるんですけども、それ以上に、地元の京都勢に対してしっかり、盛り上げていければというふうに思ってます。特選は的場さんと連携で番手という形になりましたけども、ウィナーズのこともありますし、しっかり番手で、頑張ろうと思ってます。近況、的場選手すごく強いですけども、見ていてどうですか？黙ってついても問題ないかなと思います。あとはばっちりついて最後さすとさせれば、はい、ちょっとユニフォームというか、もう今シーズン始まるんで今シーズン始まるんで気持ちいいですね。はい、開幕日が共同最終日、はい、月曜日、はい、僕はそれ共同走れば楽しみにしてます。共同それを終わったらそれが始まるみたいな感じで、はい、また気持ち新たにね、しっかり応援させてもらおうと思ってます。わかりました。では4日間意気込みをお願いします。はい、4日間一生懸命レースできるように頑張ります。応援します。